じゃーん、キャッチー来てまーす。ベリーダンサーインテレビ局です。さ、美しいエリナお父さん、わー、そしてここだよー、ちゃ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 んとーお邪魔しまーす。よろしくお願いしまーす。ふぅー飛び出した。ふぅー見て、キャッチー、やばい、緊張してきた。よろしくお願いしまーす。皆さんこんにちは、ベリーダンサーの田塚だ。ベリーダンサーのひろゆきです。ベリー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 。何がしてんの？これ Vlog 最近ハマってます。最近ハマってます。最近ハマっても。今日はこのヒロさん、ベリーダンサーのヒロさん。そうなのか。自分で言ったやんけ。そうだね。すいません。あの、はい。そう、ベリーダンサーのヒロさん、本業はですね、アフリケーシアの太鼓叩きで。ケンってどっちが本業？あ、こっちはバイトです。バイトです。バイトで仕事してます。バイトで仕事、はい、いいなぁ。そう、はい、実はこのヒロさんがじゃん、この This is Belly Dance のフライを作った方です。イエーイ。もうすごい反響があるベリーダンスの。あ、本当？そう、たなちゃんにね、子宮をもっと大きくしてくださいって言われて、すごい恥ずかしかったけど。恥ずかしかったね。なんか男の人みんな恥ずかしい、ね、なんでね。そう、いや、やっぱり聖なるものだからしね。俺でもないしね。おそらくね。そう、これを作った方です。で、そして今はテレビ局の控室にいます。これからテレビに出るんですけど、皆さんメイク中ですかね。メイク終わった方からじゃーん、お父さん。まだ終わってないから、モザイク後でかける？どうしよっかな。終わったら後で。でもチラ見せするね。じゃーん。マナールさんとエリナが出ます。すごいっしょ。沖縄を代表するダンサーさんを集めました。これから4時15分。もう少しだね。から沖縄の情報番組キャッチーに出まーす。ドキドキです。緊張しております。みんな見てね、見てね、見てね、見てね。俺は出ません。お父さんも一言、キャッチー、キャッチー。じゃあまた後ほど。せーの、せーの、この後は、ちょっと待って、グダグダだね。ただ、テイク2とね。待って、入ってない。この後は、キャッチっていうのをやるんだよ。ベリーダンス。
間前に入って練習してます。練習なんですよ。すごく今レクチャーもなく即興で身を任せて、いやーすごい、はい、贅沢な時間でした。ベリーダンサーズ、さあ、This is ベリーダンスに出演される皆さんに本日はお越しいただきました。山田さん、はい、山田さん、山田さん、はい、いやすごい。はい、さあでは田津子さん、はい、改めてちょっと代表してお伺いしたいんですけど、はい、ベリーダンス、ベリーダンス、どんな踊りでしょう。ベリーダンスは、はい、世界最古と言われる歴史ある踊りです。そうなんですね。はい、いろんな音があって、そうですね、ね、腰のね、なんか僕は見てるだけでも腰痛、腰がすごかったんですよね。すごいテクシーで妖艶で美しい踊りでしたけれども、はい、踊りもね、もちろんすごかったんですが、はい、独特の音色を奏でていた、この楽器初めて見たんですが、これは何と、これは、アラブの民族打楽器の一つで、はい、ダルブッカという楽器です、ね。まあ、見ても綺麗で、叩いても美しい音を奏でるダルブッカと申します。もう一回音をちょっと聞いてもいいですか。はい、わー、結構重厚な、でも色がね、もう音鳴ったら音鳴っちゃう。なんか林みたいな、うーみたいな、あ、そうそう、ダガリートはもう一番上手、上手、多くの方に、ね、体験していただきたいんですけど、ね、田津子さん、はい、ベリーダンスを実際に体験できるイベントがあるということを教えてください。はい、そうです、明日、はい、こちらにも出てますが、うん、9月28日土曜日に、はい、糸満道の駅のイベント広場で、はい、This is ベリーダンス、これがベリーダンスだとタイトルにね、はい、ますね、うん、はい、ベリーダンスの魅力をギュ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 ッと、うん、体験できる、体感できる一日丸ごと一日ベリーダンスなんですね。はい、ね、はい、それぞれ皆さんが持ち時間があって、はい、本番は一人ずつ持ち時間がある、はい、文部ありソロあり、ね、あとトークショーとかベリーダンスをね、はい、体験できるミニ体験のレッスンもあるということです。はい、はい、じゃあね、うん、皆さんを代表して田津子さん、何かこの意気込みですとか、視聴者の皆さんに PR をお願いしてもよろしいですか。はい、皆さんに、どっちどっち、こっち、こっち、はい、こっちね、全部使って全部使っていい、皆さんにベリーダンスの愛届けます、気合い。言いたくなるね。はい、イベントの詳細はですね、ウェブから This is ベリーダンスでぜひ皆さん検索してみてください。はい、本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃベリーダンス楽しかった。